こんにちは。3月3日水曜日午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの石田がお送りします。まず3月2日の外国為替市場の流れについて、主要通貨の視点から考察したフォレックス TV ジャパン浅野のコメントをお伝えします。1日のポンド売りに代わり、昨日2日はユーロドルが年初来安値をつける動きとなりましたが、ポンドドルの追随もなく反転すると2日分の下落を取り戻す上昇となり、発生したドル売りが市場に波及する展開でした。それでは各主要通貨の推移についてチャートをご覧いただきながら確認していきましょう。ポンドドル相場は前日引け際の調整相場を早々に切り上げ、徐々にポンド売りを再開し、ヨーロッパ時間に入ると前日の年初来安値をうかがう動きとなりました。しかし追随もなく反転すると底堅く推移し、心理的節目となる 1.5 ちょうどを前にもみ合う展開でした。日足は長めの下髭をつけた陰線となっています。東京時間の下落は単純に底値確認の動きだったという印象です。ただポンド円が穏やかに下落していることから、出遅れた対円の売りが継続的に持ち込まれていたように見えます。その後の動きはユーロに合わせた調整だと考えられ、激しかった前日に比べて安値圏で小幅にもみ合いました。ユーロドル相場は取引日が切り替わった早々から上値が重く、ヨーロッパ時間では数日来の下値を更新する動きとなり、年初来安値をつける展開となりました。しかし追随もなく反転すると上値を切り上げる展開となり、高値圏でもみ合いながら引けました。日足は長い下髭をつけた陽線となり、目先のボトムを作る足形となっています。ヨーロッパ時間でユーロ売りが加速した局面では、ユーロポンド相場が調整的な下落を見せたことがきっかけに見えます。ただ下値での買い意欲も強かった経緯があり、一気に買い戻しが発生したと推測できます。その後発表されたギリシャの財政再建プランが具体化される兆しが見えたことや、対ユーロでのスイスフラン売り介入の噂などがユーロ買いの支援材料になっていた模様です。ドル円相場は他の通貨でのドル買いを受けるように、東京時間は下値が固く推移しました。しかし一時強まったヨーロッパ通貨売りでクロス円が下落すると、円高に押し切られて下落する展開でした。その後ヨーロッパ通貨で進んだドル売りの局面では、そのままドル売りを受けてさらに下落を伸ばしています。日足は上下にひげをつけ、相場の迷いを暗示していますが、上値下値ともに切り下げた陰線となり、トレンドを継続した形です。ヨーロッパ時間以降ドルの上値が重かったのは、ヨーロッパ通貨でのドル売りが主な原因に見えます。連銀筋からは金利動向に関するまちまちなコメントが発せられ、一時はドル買いになったものの、総じて据え置きが確認される形となり、ドル売りに安心感が出ていた可能性がありそうです。2日の終わり値水準をご覧いただきながら、その他のアメリカ市場動向を簡単に解説します。金利据え置きを擁護する発言が散見され、ユーロ問題に明るい兆しが見えた割には、株式市場はおおむね横ばいで引けています。債券市場はわずかに下落、資源市場はドル安に連動し上昇して引けるなど、資金の流れはまだまだ慎重な印象が強く、昨日は為替だけがポジションの調整で活気づいた格好です。続いて今日3月3日午前の東京外国為替市場の動きを
午後1時現在の取引水準をご覧いただきながらお伝えします。ユーロが調整のドル売りを継続する中、揉み合っていたポンドがドル売りで追いかける兆しがありました。ヨーロッパ売りで下落、ドル売りで下落という循環に陥っているドル円は、数日来の安値を昨日割り込んだことで上値が重い展開が継続しています。さて、今日の通貨フォーカスはドル円相場です。ユーロやポンドが調整の上昇に転じる中、ドルの材料に乏しい展開に、ドル円相場はずるずるとドル売りに押されている展開です。2月4日の安値はすでに割れ、年初来安値をつけましたが、戻す気配はありません。ドル自身の買い材料には注意しつつも、戻り売りに安心感が伴います。時間足で見た場合、先月末に下値を支えた88円80銭を割り込んでおり、その後上値を一度確認した形です。再度上昇するようなら88円80銭の手前でドルを売り、冷やしの雲加減となる89円28銭を超えるようなら一旦はストップというイメージです。下値は10月安値付近の88円ちょうど、12月安値の87円35銭となり、これを割り込むと11月安値となりますが、このセッションであるとすれば87円35銭が限界にも見えます。以上、フォレックス TV ジャパン浅野のコメントをお伝えしました。午後の FX フラッシュでした。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。